エルビスは6、X のクローンである。特にユニックスのテキストエディタである6によく似ている。しかし若干のコマンドと機能が付け加えられている。エルビスはスティーブ・カーッケンドルによって書かれ GNU、g p l 互換のフリーソフトウェアライセンスであるクラリファイド・アーティスティック・ライセンスで配布されている。エルビスはスラックワやフハルワや カテオズにおいて用いられるシックスのバージョンである。エルビスは強化されたシックスのクローンである。エルビスが作られた文脈を理解するためには、読者はシックスの歴史も考慮に入れることが勧められる。このセクションでは、エルビスに限った歴史を扱う。スティーブ・カーケンドルは、最初のバージョンのエルビスをユースネットニュースグループのコンプ、オス・ミニクスに 1990年1月初めに投稿した。これはティム・トンプソンのスティービーよりもより完全なシックスのクローンを意図したものであった。投稿後、すぐにエルビスは熱狂的なコミュニティの関心を引いた。タネンバウムはすぐにコミュニティにこれら2つのエディタのうちどちらをミニクスにおけるシックスのクローンとして用いるかを尋ねた。 エルビスが選ばれ、現在においてもミニクスのための6のクローンとなっている。1989年、リニジョーレッツとウィリアムジョーレッツは BSD を i386 級のプロセッサにポートすることを始めたが、フリーのディストリビューションを作るためには AT&T 由来のコードを避ける必要があり、これにはビルジョイの6が含まれていた。このような問題のために、 彼らの1992年の 386BSD ディストリビューションはエルビスを6の代替として用いている。しかしながらバークレイにおいてキース・ボスティックはバグレベルで互換性のある BSD4.4 ライトのためのジョイの6の代替を欲していた。カーケンドルのエルビスを用いてボスティックはナビーを作り、これは1994年の春に リリースされた。1994年8月、カー・アッケンドルは彼がエルビスに対する大きな書き直しの作業を行っていることを宣言したが、1996年10月これはリリースされた。このバージョンには多数の新機能が含まれる。2003年10月、前のリリースから4年後にカー・アッケンドルはエルビス2.2をリリースした。これは 新機能を含んでおり、ビムからのアイデアにも準拠している。その後、2015年11月時点で、エルビス2.2以降の新たな公式のリリースはない。ありがとうございます。